皆さんご機嫌いかがでしょうか今日は一寸法師の第4回ですまず一字ずつ読んでみましょうえ今日はここからですこれは可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みますこれは「く」です次は「て」 次は、とです。これは、しです。次は、月という漢字を崩したものです。これは、を。次は、くです。次は、る。さて、これは、 本とという漢字を崩したものでほと読みますこれは「ど」これは「ふ」のように見えますが縦棒がまっすぐですので「に」という漢字を崩したもので「に」と読みますこれは「いち」「すん」 という漢字を崩したものですこれはあ保険の「保という漢字を崩したもので「保と読みますが濁点がついていますので「保と読んでくださいここは「う」と「し」が続いています「うし」これは「十」 次は6、これは「よ」のようですが左から入って棒がまっすぐですので「に」という漢字を崩したもので「に」と読みますこれは奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みまする」のように見えますがあのように丸が大きく書かれることはありません その場合は、なです。これは「り」次は「せ」そして「い」です次は「ばん」という漢字を崩したもので「は」と読みますこれは「も」 次は、登るという漢字を崩したもので、とと読みます。これは、乃木坂ののという漢字を崩したもので、のと読みます。次は、ま。これは繰り返しの記号です。これは、奈良県のなという漢字を崩したもので、 なと読みます。次は「里」という漢字を崩したもので「りと読みます次は「さ」これは「る」これはのぎへんです「ほど」という漢字を崩したものです ここに読み仮名が振ってありますので拡大して見てみましょう上の字は「本」という漢字を崩したもので「ほ」と読みます下は「と」に濁点がついた「ど」「ほど」となりますこれは「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます次は「さ」 これは、いです。これは、し。そして、や。次は、うですね。これは、どです。これは、の。これは、にという漢字を崩したもので、にと読みます。 次は十。これは三。これは二という漢字を崩したもので二と読みます。これはルのように見えますが、あの結び目が大きいですね。ちょうど右上の方に同じ字があります。えー、奈良県の奈という漢字を崩したもので奈と読みます。 これはらです。次はせ。これはたもうという漢字を崩したものです。これはふ。次はひ。これはめです。 上の短い棒を忘れないでください。これはギと書いてあります。これはカタカナのミのように見えますが、三という漢字を崩したものでミと読みます。次はを。これは八という漢字を崩したものでハと読みます。 次は「し」次は「ま」これは「春」という漢字を崩したもので「す」と読みますこれは「ご」という漢字を崩したものですこの小さくくるっとした字は「可能のか」という漢字を崩したもので「か」と読みます この横顔のような形をしたものは多いという漢字を崩したもので多と読みます。これは右の方にお尻がキュッと上がっていますので地です。これは春という漢字を崩したものですと読みます。これはぐ。 次は木のように見えますが横棒が3本です連絡の連連合の連という漢字を崩したものでレと読みます次はろうという漢字を崩したものですこれはへ次はものという漢字を崩したものではと読みますが 濁点がついていますので、ばと読んでください。ここは一。次はすん。これは人弁の保険の保です。これを崩したもので、保と読みますが、濁点がついていますから、ぼと読んでください。 次はうこれはしです次はひこれはめ上の短い線も忘れないでくださいこれはきです次はカタカナのみのように見えますが「さん」という漢字を崩したもので みと読みます。これは、こえるという漢字を崩したもので、おと読みます。これは、みです。この横顔のような形をした字は、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。え次は、て。 細長い「さ」のように見えますがこんなふうにお長鳥のようにうんと下に伸びているのは「まん」という漢字を崩したもので「ま」と読みますこれは「つ」次は「り」そして左側に「エルのような形になっているものがシ「し」。 これはよです。次はり。これはお。次はも。これはひです。これはとです。 るのように見えますが奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みますこれは「り」そして「い」ですねこれは「可能のか」という漢字を崩したもので「か」と読みますこれは「に」という漢字を崩したもので「 にと読みます。これは「も」です。次は「し」。横棒が崩れていますが「てと書いてあります。次は「あ」。これは「ん」。 次は、おです。これは、め。ぐ。ら。し。これは、王様の王という漢字を崩したもので、和と読みます。これは、可能の可という漢字を崩したもので、 かと読みますが、濁点がついていますので、がと読んでください。これは女です。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して見てみましょう。上の字は、ネギの根、かんぬしさんですね。この示す辺ににと書く漢字を崩したものです。 この漢字を崩していくと、ひらがなのねになります。ねと読んでください。これはう、ねう、まあ、発音はにょうということです。これはものという漢字を崩したもので、はと読みますが、ここでは濁点がついていますので、ばと読んでください。次はう。 非常に長いです。これは「耳」という漢字を崩したもので「に」と読みます次は「せ」これは「もの」という漢字を崩したもので「は」と読みますが濁点がついていますので「ば」と読んでください次は「や」 これはとです。次はお。これはも。そしてひ。これはあです。これはるです。次はと。 これは「起きる」「気象の気です。これを崩したもので「気と読みます。次はカタカナの「み」のように見えますが「さん」という漢字を崩したもので「み」と読みます。これは「かわ」という漢字を崩したもので「つ」と読みます。これは、毛髪の毛。髪の という漢字を崩したもので元読みます次はのこれは繰り返しの記号ですそしてう右が少し消えていますがキュッと上がっていますのでちと読んでください 次はまです。次はき。これはとです。次はり。これはちゃという漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみ。 まず上の字は「ち」下の字は「や」「ちや」と書いてあります下は「袋という漢字を崩したものですここに読みがなが振ってありますので拡大して読んでみましょう上の字は「ぶ」次は「く」です これは「ろ」と書いてあります。「ぶくろ」これは「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます。次は「入る」という漢字を崩したものです。これは「ひ」次は「め」 そして、義です。これはカタカナの「み」のように見えますが「さん」という漢字を崩したもので「み」と読みますこれは乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます次は「ふ」そして「し」 これは手です。次はお。これは物という漢字を崩したもので、はと読みます。この長いものはし。次はおに見えますが、横棒が2本ですので、剣刀詞の剣という漢字を崩したもので、けと読みます。 次は「る」これは「に」という漢字を崩したもので「に」と読みますひらがなの「ふ」に似ていますが左から入って縦棒がまっすぐというのがこの「に」の特徴ですこれは「もの」という漢字を崩したもので「は」と読みますこのくるっとした形は「 可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これは、りと書いてあります。次は、2つの字、こと、それからとがくっついた字です。こと、ひらがなのこの下の線が縦になって、とに続いています。こと、 これは、超えるという漢字を崩したもので、をと読みます。次は、め。これは、ぐです。次は、ら。そして、し。これは、ひ。 これは目です。次は「ぎ」これはカタカナの「み」に見えますが「さん」という漢字を崩したもので「み」と読みますこれは乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みますこれは「ご」という漢字を崩したものです次は「く」 これは「ら」のように見えますがお尻が右の方にクッと上がっていますので「ち」と読んでください。これは「耳という漢字を崩したもので「に」と読みます。これは「ぬ」です。これは「里と」という漢字を崩したもので「り」と読みます。次は「さ」。 これはくのように見えますが縦棒がついていますので「天」という漢字を崩したもので「てと読みます次は「ち。それから「や」です次は「ぶ。ここは「くですこれは道路の「ろ」 という漢字を崩次は「もの」という漢字を崩したもので「は」と読みますが濁点がついていますので「ば」と読んでくださいこれは「可能」の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みますこれは「里」という漢字を崩したもので「 りと読みますこれは「も」これは「ら」のようですがお尻がキュッと上がっていますので「ち」これはくのように見えますが縦棒があってそれからくねっとしていますので「てん」という漢字を崩したもので「て」と読みます。 これは奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。これは木です。次はうい。和行のうい。この横顔のような形をした字は、おいという漢字を崩したもので、たと読みます。 次は、り。これは、さです。次は、いです。これは、し。そして、やです。これは、う。これは、とのという漢字を崩したものです。 これは「ご」という漢字を崩したものです。次はこれは「ら」です。これは「ん」。次は「じ」。そして「て」です。 これは、という漢字を崩したものです。次は横,横顔のような形をしていますがこれは多いという漢字を崩したもので他と読みます次は図これはペンギンのようなお腹の大きな鳥のような形をしていますこれは、 年という漢字を崩したもので、ねと読みます。これはあ次はりこれは介護の会という漢字を崩したもので、けと読みます。これはれです。 そして八という漢字を崩したもので「は」と読みますが濁点がついていますので「ば」と読んでください次は「ひ」これは「め」ですこれは「ぎ」これはカタカナの「み」のように見えますが「さん」という漢字を崩したもので「み」と読みます これは乃木坂ののという漢字を崩したもので、のと読みます。これは王様の王という漢字を崩したもので、はと読みます。くねっとしていますので、ら。これは八という漢字を崩したもので、はと読みます。 これは可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みますが濁点がついていますので「が」と読んでください。これは「こ」ですね。次は「の」です。これは保険の「ほ」という漢字を崩したもので「ほ」と読みます。次は「ど」。 これはとです。そしてりこれはあです。次は川という漢字を崩したものでつと読みます。次はめ。これは くのようですが、縦棒が入ってからくねっとしていますので「てん」という漢字を崩したもので「て」と読みますこれは「お」次は「き」これは「そうろう」という漢字を崩したものです次は「う」 これは地です。これはま。次はき。これは越、越えるという漢字を崩したものです。をと読みます。これはとです。次はら。 これはせ、です。これは、たもうという漢字を崩したものです。バネのような形ですね。これは、ひ次は、ごという漢字を崩したものです。これは、さのように見えますが、尻尾がうんと長いです。これは、 満という漢字を崩したもので、まと読みます。これは、いです。これは、里とという漢字を崩したもので、りと読みます。次は、そうろうという漢字を崩したものです。これはト、と。 そして、ースという漢字を崩したものです。これは、せです。次は、八という漢字を崩したもので、はと読みますが、濁点がついていますので、ばと読んでください。次は、さ。そしてイ、い。 これはし次はやと書いてありますこれはうですこれはとのという漢字を崩したものです右側に読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう 上の字は、濁点がついたドです。字のように見えますが、真ん中あたりに右から入る筆が筆の跡があります。と、それから濁点でドとなります。え下の字はの、ノ、ド、のとなります。これは大きいという漢字を崩したものです。 ここに読み仮名が振ってありますので拡大して見てみましょうまずこれは「お」その下は「本」という漢字を崩したもので「ほ」と読みますこれは「き」「おおき」となりますこれは「に」という漢字を崩したもので とと読みまますすこれはいと書い書てあります次はこのくるっとした小さな字は「可能のか」という漢字を崩したもので「か」と読みます次は「ら」そして「せ」 これはたもうという漢字を崩したものです。これはひです。次はおのように見えますが、横棒が2本ですので、遣唐使の剣という漢字を崩したもので、けと読みます。これはれです。次は、はちという漢字を崩したもので、 はと読みますが、濁点がついていますので、ばと読んでください。これはあです。そしてん。これは乃木坂ののという漢字を崩したもので、のと読みます。これはごーとと書いてあります。 あの濁点は上のひらがなの「こ」についているものです。この下の線が縦になって「と」に続いています。ゴ「ご」とこれは「く」です。次は「ひ」これは「め」です。次はギ「ぎ」。 これはカタカナのミのように見えますが三という漢字を崩したものでミと読みます次は乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みますこれは「ご」という漢字を崩したものです次は「く」これは「ら」ではありませんよねこれは「ち」 次は耳という漢字を崩したもので、にと読みます。次はつ、これは木です。上の短い棒も忘れないでください。これはくのように見えますが、縦棒が入ってからくねっとしておりますので、てんという漢字を崩したものでてと読みます。 これは小里編の阿部さんの「あ」という漢字を崩したもので「あ」と読みますこれは「里」という漢字を崩したもので「里」と読みますそれでは短く区切って読んでみましょうここからです「かくて」「かくて」「こうして」 年月、年月、送るほどに、送るほどに、えー、送るうちに、一寸帽子、一寸帽子、一寸帽子は、十六に なり,16になり、えー、16歳になりせいは,あせ,いはあせたけはもとのままなりもとのままなり、えー、もとの一寸のままである。 さるほどにさるほどに、まあ、ところでさいしやうどのに最小どのに最小どのには十三にならせたもうふ ひめぎみ。十三にならせたもうひめぎみ。十三歳におなりになるひめぎみが。おはします。おはします。いらっしゃる。おんかたち。 御形えー、お顔立ちが優れそろへば優れそらえば優れていらっしゃるので一寸防止一寸防止一寸防止は ひめきみを、姫君を、みたてまつりしより、みたてまつりしより、えー、拝見したときから、おもひとなり。 思いとなり、えー、恋心が募って、えー、いたということです。いかにもして、いかにもして、なんとかして、あんをめぐらし、あんをめぐらし。 策を巡らして。我が寝うばうにせばや。我が女房にせばや。自分の妻にしたいものだ。と思うひえと思い。えと思って。 あるときあるとき、えー、あるときつもののみつものの,みつもの,のみつものというのはつぎものです。えー、つぎもののうちまきとりうちまきとりうちまきというのはお米のことです。 その貢ぎ物のお米を、えー、取って茶袋に入れ茶袋に入れ、えー、入るという字の下に文章が続きますので入、えー、ると読みますがこの入るは、えー、連用形にして入れと呼んでください。えー、茶袋に入れ。 ひめぎみのひめぎみのふしておはしけるにえふしておはしけるにひめぎみが寝ていらっしゃるうちにはかりことをめぐ はかりことをめぐ、えー、策略をらし、らし、は、え、か、ー、りごとをめくらして、ひめぎみの、ひめぎみのおくちにぬり、おくちにぬり。 その貢ぎ物のお米を姫君の口に塗ってさてさてそうして茶袋ばかり茶袋ばかり茶袋だけを もちて、もちて、持って。泣きいたり、泣いたり、泣いていた。さいしやうとの、最小殿、最小のが、 ごらんじて、ごらんじて、ごらんになって、おたずねありければ、おたずねありければ、おたずねになったので、ひめぎみの、ひめぎみの、 姫君がわらはがわらわがわたくしがこのほどこのほどこのごろ取り集めておきそろう 取り集めておきそろう。取り集めておきました。内巻きを。内巻きを。お米を。取らせたもおまい、お参りそろう。 おとりになってお召し上がりになってしまいました。と申せば、と申せば、と一寸法師が西昌殿に申すと、さいしやう殿、西昌殿、西昌殿は、 大きに大変怒らせたまひければ怒らせたまいければ、えー、お怒りなさってあんのごとくあんのごとく 一寸法師が巡らした策略のように策略の通りつまりなるほど見た通りという、えー、意味でしょう君の姫君のお口にお口に尽きてあり きてあり内巻、まあ、すなわちお米がついていると一寸法師は指をさして、えー、あのお方がと西昌殿に説明をしているところです、えー、まあひどいといえばひどいかなそれでは続きを読んでいきましょうまたお会いしましょうねさようなら